皆さんこんにちは。星空写真家タイムラプスクリエイターの成沢博之です。いつもは星空関連とかタイムラプス関連でカメラの機材の話ですね、一眼カメラの話題を、持ち出すことが多いこのチャンネルですけども、今日ちょっと違うんですよね。こちら、今日ご紹介するのはこちらですね、スマートフォンです。Google Pixel 6A かな、こちらをご紹介したいと思います。Google Pixel 4ぐらいからかな、これは前の機種でいいんですかね、前の前の機種、よくわかんないですけど、そのあたりから星が撮れるって話題になってるんですよ。はい、でこれね、お借りする機会があったので、どんなスマートフォンだったのかで、実際星空写真家の私が星をこれで撮ってみてどうだったのかっていうのをご紹介したいと思います。それでは行ってみましょう。先輩の成形写真家の前田紀彦さん、がですね、iPhone を新しくしたんですよね。でその時に iPhone で星撮れるらしいっていうのは聞いてたんですよ。でその iPhone で撮影した時のその撮影方法とかをブログにまとめてくれてるんですよ。で iPhone で星を撮る方法を知りたいという方はその前田さんのブログを見ていただければと思うんですけども、その時にね、前田さんが言ってたんですよね。Google Pixel の方がいいらしいよって言ってたんですよ。でそれで、ああそうなんだと。でスマートフォンでこう星撮れたらさ、すごい便利じゃないですか。やっぱりその一眼カメラの方がもちろん画質はいいんでしょうけども、初めての方とか初心者の人とか、それこそカメラやったことない人が旅に行ってすごい星空を見たと、わあ綺麗だな、これを何か写真に残したいなって思った時に、一眼カメラやっじゃなきゃダメですよじゃなくて、スマートフォンで撮れたらいいですよっていう話ですよね。でいつかはスマートフォンで星が撮れる時代って来るんだろうなとは私も思ってましたが、ついにそれが来たという感じですね。iPhone12 ぐらいから確か星が撮れるらしいっていう話は聞いてて、でそれで前田さんの経験とかね、あと星空タイムラプスで有名な小林さん、スピッチュさんとかね、もうスマートフォンで iPhone で星を成形撮った成形写真をSNS にアップしたんですよ。これの便利なところはそこですよね。撮ったらそのまま SNS にアップできるっていう、そのストレートな作業工程っていうか、それがすごくやりやすいと思うので、やっぱりスマートフォンで星を撮れるメリットって画質以外にあると思ってたんですよ。ただ自分もあんまり携帯電話ってね、疎いっていうのもあって使ったことなかったんですが、この度ちょっとレビュー依頼というかね、これで撮った、写真をもとにそのインタビューをですね、受ける機会があったので、その時に撮ってきて、その感想をお伝えしたいと思うんですけど、まずはこれで撮った成形写真見てもらいましょうか。はい、どうぞ、こちらです。すごいよね、こんな綺麗に撮れるんですね。すごいですよね、ツルツルですよ。はい、この成形写真どうやって撮ったのか、どういう設定だったのかっていうのをお話ししていこうと思いますが、まず手持ちではダメです。はい、三脚にスマートフォンアダプターをつけて、でそこにこれを固定するというような作業が必要になります。なので三脚は必須ですね。カメラモードを起動して夜景モードってあるんですよ。でその夜景モードにしてしばらく置いてくると、多分このスマートフォン自体が暗さと、あと三脚に固定されてるな、動いていないのっていうのを感知したら、その夜景モードの月のマークが星のマークに変わるんですよね。でこの星のマークに変わると、これ天体モードと言いまして、天体撮影モードなのかな、4分露出できるんですよ。でこの4分露出っていうのが、普通のただ4分露出するだけじゃなくて、話によると15秒露出の写真を16枚、露出するんですって。それで合計4分っていう話らしいんですけど、そうです、なんとスタックするみたい。写真見る限りは多分そうだと思う。スタックしてる。スタックっていうのは、撮った写真を、平均化重ねていくっていう作業ですね。そうすることで、SN 比っていう、要は画質が上がるっていうことですね。写真の画質が上がっていくということにつながります。でただそのスタックするだけでは
星っていうのは地球の自転に合わせて動いてますから星が線になっちゃいますよね。ところがこの Google Pixel 6a ですね、多分星に合わせて、スタックするやつと風景に対してスタックするやつと別々に合成して多分1枚にします。もうね、新成形写真ですよこれ。新成形写真ですよっていうのをスマートフォンの中でやってくれてます。複雑な前景だと結構こういうスタック処理って一眼カメラの場合うまくいかないじゃないですか。そのセクエーターとかソフトを使った時ですね、手前がちょっと複雑な形をした木で、背景が星っていうような感じの状況で撮ってみたんですけど、まあ見事に1枚に綺麗にしてくれるんですよね。すごいなと思いました。はい。でちょっと設定の方話を進めていきましょう。でこの星のマークが出てきたら4分露出できるんですけど、シャッターボタンをこう押すと4分の露出が始まります。でそこからまあ4分間待つんですね、動かさないで待つ。で1分経つとだいたいこうどんな構図で撮ってるのかなっていうのが表示されます。なので、構図がちょっと違うなと思ったら1分経った時にパッとこう表示された時にちょっとずらしてもう一回シャッターを切り直すみたいな感じで構造を追い込んでいくことができます。で4分撮影し終わると写真が表示されるんですけど、そこからちょっと待つとその4分露出した分のその1秒間のタイムラプス動画っていうのも一緒に作ってくれます。写真を撮って終わりだけじゃなくて、このカメラの中でどうあの画像処理もできるんですね。で画像処理画面を開くとアストロっていうのがあるんですよ。でそのアストロをピッと押すとよりその星空の強調されたシャープネスの効いた写真に仕上げることができます。まあもうあとはここから SNS にアップすればいいよっていう感じでね。いやーまあこれは簡単ですよ。で三脚なんてさ、まあ、自分たちが使ってるやつとかは結構大きいやつですけど、ミニ三脚とかね、こういうミニ三脚とかでこうやって固定すればさ、これで撮れるわけですよ。でちょっと上向けてこうやって上向けてピッて押せばいいわけですよ。これでこういうミニ三脚だったら旅行とかにも持っていけるんで、なんですかね、その観光で綺麗な星空、そのカジュアルに綺麗な星空を撮影したいと思ったらうってつけのツールなんじゃないですかこれ。いやーすごい時代になったもんですね。でまあこのスマートフォンで星が撮れるんだったら、成沢さんもこれでいいじゃないですかみたいな、星空写真家上がったりなんじゃないですかって思うかもしれませんが、まあこれはこれでいいんですけど、そんなに簡単な話でもないですね。こっちで撮影して一眼カメラとの違いですけども、やっぱり焦点距離の違いっていうのもあります。結構狭めですね。これ何ミリなんだろう、28ミリとかそのぐらいなのかな。うん、ちょっと狭めの画角の撮影になります。で焦点距離は変えられません。一応この Google Pixel 6a にはまあ、焦点距離を変える項目ってあるんですけど、1倍かな、その特定の一つの焦点距離だけでその天体写真モードが使えるみたいなので、もっとワイドに撮りたいっていう時はこれはできないです。はい、なのでそこは一眼カメラの方がいいですね。でそれから画質自体もやっぱり一眼カメラの方がまだまだ上です。ここはね、私はほっとした部分でもあります。これでバリバリいい写真撮れたら本当にもう一眼カメラがいらないなって、商売上がったりだなみたいに思いますけど、一眼カメラの方がまだまだ画質は上ですし、映る星の量とかシャープネスとかもちろん写真そのものの良さっていうのは一眼カメラの方が良いです。一番ねその違うなと思ったのはやっぱハイライトとシャドウのまあ映り具合ですかね。これね、一応アメリカ持ってったんですよ。この間までアメリカ行ってて、アメリカでジョシュアツリー国立公園で撮影してみたんですけど、まあ手前にジョシュアツリー木があって、背景に天の川があってっていう構図で撮影したんですけど、一眼カメラで撮影したらまあこういう感じでね、後での画像処理で暗い部分をちょっと明るくして木の部分を見せてね、なおかつ星も明るく撮影するっていうのができるわけですけど、こっちだともうシャドウ部分は潰れますね。だから星空は映るんですけど、風景部分の描写はなかなかきつかったです。ちょっと明るめのまあ郊外地というか街灯が少しあるような田舎で星空の綺麗な場所、まあ、今回富士山の山中湖っていうところで撮影しました。山中湖って結構リゾート地なので
星は見えるんですけど、そこそこ街灯があって明るいんですね。まあ、そういうところで撮影するとちゃんとよく映りました。あんまりディープなところに行って撮るのはやっぱり向かないです。やっぱりね、カジュアルにライトに星空を撮影したいっていうような、場所での撮影っていうのはこれは向いてると思いますね。はい、というわけで、この Google Pixel 6a ですね、のレビューというか使った感想をお伝えしました。なんかこういうね、いろんな生活の一部になってるキーデバイスの中に星空が撮影できるっていう機能が入るっていうのは本当画期的だし、技術の進歩っていうのをすごく感じます。私も一個欲しいなって思いましたね。なんかいずれはね、こう、まあ、動画の撮影とかでも iPhone とかさ、こういうスマホで撮るっていうのが手ブレ補正が強力でいいっていう話になってるじゃないですか。だからいずれはこう動画撮影用とか天体写真の SNS 投稿用でこういうのを一個専用で持つっていう日がもしかしたら私にも来るのかもしれないですね。まあ、そんな時を楽しみにして待ちたいと思います。はい、それでは、今日の動画はここまでになります。また次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ、したっけねー。